私はそれに怯えたり逆らったりしません。これから起こる苛烈な運命があなたの意志によるものだなんて信じないから。私たち人間は未来に起こりうる運命など知らない。だからこそ最後の瞬間まで自分の信念と運命に従い精一杯生き抜く。運命はただのサイコロの目。そこに悪意なんて感じない。あなたが吹き込もうと信じない。ほう、家具をやめたくせに死を恐れぬとはな。それがわらわを退屈させると思っているようだが、それは大きな誤解だぞ。そなたが本当に最後の瞬間までそれを貫けるか、ますます興味が湧いた。私は悔しい。どうしてあなたは人の姿をして私たちの前に現れ、人の言葉で語り私たちを嘲笑うのか。私たちの前に現れず運命を予告しなかったなら、私たちは最後の一瞬まで精一杯生きられるのに。それが魔女というものよ。貴様らの運命を食い物に工事の存在として定時の存在の上に君臨する。そなたらの運命など所詮はかけら。両手で椀を作ればいくらでも救える。わらわに飼われた肉牛どもが何をほざこうとも、わらわの食卓を楽しませる結果に変わりはせぬのに同じこと。無力な私たちにはあなたの儀式にも運命にも抗うことなどできない。しかしあなたに今すぐ不愉快な思いをさせることはできる。ほう、それは何か。今すぐここを立ち去ることです。あなたの言葉に答えることは全てあなたを楽しませている。あなたの問いかけに答えないことがあなたへ唯一できる抵抗です。なるほどなるほど、一矢報いることはできよう。しかしわらわを倒すことはできぬぞ。わらわは誰しもを永遠に殺す力を持っている。永遠に繰り返し殺される輪廻の中でそなたがいつまでその抵抗をできるのか、実に楽しみだ。忘れるなよ、自らが口にした言葉。それでは失礼いたします。ご用がありましたらお呼びください。カノンはわらわに感謝したぞ。そなたは感謝せぬのか。安息の日をわらわが与えることを。家具なら安息の日を喜びましょう。ですが私は人間ですので、だからあなたに感謝することはありません。ご用はそれだけですか。ジョージから指輪をもらうつもりであろう。受け取れば。わらわがカノンと交わしたそなたを生贄に選ばないという約束を破棄すること、忘れるな。まだご用があるなら他のものを来させますので、それでは失礼いたします。なんだ、やはりこれは面白いことではないか。わらわもまだまだ若いか。これだから千年は生き飽きぬのよ。
こちら、ソースはボルドレーズとなっております。ベースの赤ワインはもちろん、ボルドー産の中でも素晴らしいものを使用しておりますが、その他にも、当家オリジナルブレンドとしまして、世界各地、数種類の銘酒をブレンドしまして、より深い味わいとなりますよう、整えてございます。このソースは、本年限りのものでございます。どうか、お楽しみいただければ幸いです。素晴らしいじゃないか。しかし、ボルドレーズソースはフランス料理の王道ではないのかね？それに、フランス以外の酒を使うのは少し邪道ではないかという気もするね。旦那様、本日は年に一度の親族会議でございます。普段は遠方にお住まいの皆様が、はるばるお越しになり、一堂に集われた夜の晩餐には、世界各地より、普段は出会うことのない名酒を取り寄せブレンドしたソースが、何よりもふさわしいかと存じ、特別にご用意させていただいたのでございます。素晴らしい！本当に素晴らしい料理人や！あんたは、能楽が変わると、料理も薬も効果は2倍になるっちゅうわけやな。元の料理のうまさも2倍。さらに能楽で2倍。味の倍倍ゲームや！いやね、兄さん。その質問、読まれてたんじゃないの？違いねえな。まんまと美味しいところを郷田さんに持ってかれちまったぜ。そうかね。今日の料理をフランス風だと気づいていない者もいるんじゃないかと思ってね。エヴァは先ほどバターを使わないのが美徳と言ったが、それはスペイン風だ。確かに国境を接してはいるがね。そういう意味で言ったんじゃないわよ。話の一部分だけ抜き出して勝手に加工しないでくれるかしら。とっても美味しいソースね。ゴーダさんは本当に素晴らしいわ。お褒めに預かり大変光栄です。これもすべて奥様の日頃のご指導のおかげでございます。いえ、すべてゴーダのアイディアです。私はレシピを聞き承認しただけです。それでは、ごゆっくりお楽しみください。はい、キリエ様、何か？ごめんなさい。今日はお客様がいらっしゃってると思ったんだけど、晩餐にはお見えにならないのかしら？
当主様は体調が優れられませんので、お部屋で食事をとると仰せです。主人が初めにそう説明いたしましたが、何か。ごめんなさい、そうじゃないの。客？はい、貴賓室で、お一人で食事を取られたいとのことで、そちらへお運びしております。貴賓室？客？何の？誰の話ですか？その、ベアトリーチェ様でございます。ベアトリーチェ！ほらほら！ベアトリーチェ来てるでしょ？すまねえ。俺はてっきり、マリアの冗談だと思ってたぜ。本当にいたんだな。ベアトリーチェって、あの黄金のベアトリーチェなのかよ。ああ！マリアはいるってずっと言ってる！誰も信じてない！ごめんね、マリアちゃん。そういうつもりじゃないんだよ。ゴーダ、それもディナーの何かの余興なのかな。なかなかの味な演出だ。兄貴、三文芝居はやめようぜ。兄貴が呼んだんだろ。呼ぶ？誰？どこから？兄さん、はっきりさせましょう。あれは誰？まさか本当に肖像画のベアトリーチェだと言うんじゃないでしょうね。私にはお前たちが何を言っているのかさっぱりだ。ゴーダ、これは本当に冗談ではないのだな。私はその、ゲンジさんからそのように指示を受けただけでして、その、ゲンジを呼びなさい、今すぐ。じゃあ兄貴も知らないってんだな。呼んだのは誰だ。親父ってことか。私には何のことかわからんね。お前たちは私が裏で糸を引いていると信じているようだが、それは大きな誤解だ。クラナス兄さん、落ち着いてえな。わしらはもう腹の探り合いをすべき段階にないで。もし兄さんも知らない怪人物だっちゅうなら、これはとんでもない話になるんやで。秀吉さん、言葉を少し慎みませんか。主人は親族会議に不要な人間を招いたりはしません。
まったくだ。お前たちは何を言っているのか。肖像画の魔女が額縁を抜け出して現れたとでも言うのかね。実際にその魔女様に会ったという人間がいるわけでもなかろうが。私会ったわ。信じて、ママを信じて。何が何だかさっぱりだぜ。つまり何だ。爺様に黄金を授けた魔女様が今年の親族会議にはスペシャルゲストとして登場ってわけかよ。しかし本当に？ローザおばさんの見間違いってことじゃねえの？マリアもあった！ローザおばさん、間違いなくなんですか？ええ、私とマリアは会って話もしてる。私は会ったの。あれは間違いなく魔女だった。信じて。私の見間違いとか錯覚とかそんなのじゃ断じてない。あれは何だったの。私も会ったわ。挨拶とはとても言えないけれど、一応言葉も交わしてる。ローザさんの見間違いとかじゃ断じてないわ。キリエさん、それマジかよ。ええ、でも彼女は私に名乗らなかった。だから彼女がベアトリーチェであると断定はできない。でも主観的で恐縮なんだけど、私は玄関ホールで彼女に会ったから肖像画と顔を見比べることができた。私は第一印象で彼女こそがこの肖像画の主に違いないって思ったわ。あくまでも主観よ。そんなことはありえません。第一、その女はどこからやってきたというのですか。今日の船は皆さんの送迎のための便が往復しただけです。その船に乗っていたのですか。それを言われると弱いね。確かにそんなご婦人と一緒に下船した記憶はない。あら、そう？私たちの乗ってきた船以外に船はないってどうして証明できるの？できないわ。来なかったは証明できない。道理だな。来たは証明できる。来たのを見た奴が見たと言えばいい。だから俺はここにいる。全員が来ない、見てないと言ったところで、全員が見てないところでこっそり来たことを否定はできない。つまり悪魔の証明ってやつだ。